ラグビー日本一を決める第15回日本選手権は、トヨタ自工と明治大学の間で1月15日、国立競技場に5万の観衆を集めて行われました。試合開始と同時にトヨタは評判通りの強い押しで明治を圧倒します。トヨタは前半7分、田中慎がペナルティーゴールを決めて先制。しかし学生ナンバーワンの意地をかけた明治は見事な踏ん張りを見せ、日本選手権にふさわしい好ゲームを展開。そして25分、ゴール正面でペナルティーを得ると、ペナルティーゴールを狙わず、スクラムからオープンに展開。金谷が右隅に飛び込み、トライ。角度のあるゴールも決まり、6対3と逆転しました。サイドが変わった後半に入ると、明治はフォワード・バックス一体となった速いテンポで必要な攻撃を繰り返し、押し気味に試合を進めます。後半10分、点差を広げる絶好のチャンスに、砂村のペナルティーゴールは失敗。トヨタは本来のサイド攻撃で疲れの見えた明治を崩しにかかったものの、明治は死力を尽くして再三これを防ぎ前線します。しかし自力に勝るトヨタはペナルティーゴールで同点にした後、26分赤間が持ち込んで再びリード。続いて35分にも上田がトライ、試合を決定づけました。明治も終了間際、木村が執念のトライ。しかし明治の追撃もここまで。結局20対10でトヨタが明治を振り切り、9年ぶり2度目の日本一の座に輝きました。